松井裕樹、4年30億円でパドレス契約合意。海外 FA、フリーエージェント権を行使してメジャー挑戦を目指す楽天、松井裕樹投手、28がパドレスと基本合意に達したことが20日、分かった。今季、年俸2億5000万円から大幅増となる総額4年30億円規模になると見られる。すでに受けたメディカルチェックで異常がなければ近日中にも正式発表される見通しだ。ドジャース大谷とは同時なリーグに指摘。守護神候補にも浮上する左腕は、来季の開幕カード、3月20、21日韓国から大谷との初対決が実現する可能性が出てきた。リリーフに年俸8億か。メジャー行かないやつバカです。ワンチャン NPB 球団でも出せる契約やな。カージナルスは3年20億って書いてあるな。えらい一気に決まったな。4年か、これで有原式 FA はなくなったな。32歳までか、32歳のリリーフってもう金属疲労やばそうやけどな。アメリカの方が物価が高いからマイナス。先発じゃないと儲かりませんな。左のリリーフで30億ならやっぱ今永は100億近くいくやろな、インフレやべえなメジャー。安いなぁと思ったけど、今季年俸 2.5 億とか、もっと安いやん。これフルスホークスに帰るとなった時にメジャー時代より年俸増えるとかあり得る？ホークス行けばもっともらえただろ。皆さんは松井選手の来季どう思いますか？コメント欄で今回の動画について感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。